弟子鹿町の川湯温泉のそばにあるこれは硫黄山ですね。そして、この弟子鹿町といえば年配の方でないともうわからないかもしれませんけれども、大相撲の大鵬関の出身の土地なんですね。あの巨人大鵬卵焼きの大鵬関です。この川湯温泉にも私何回も来たんですけれども、この大鵬相撲記念館というところには入ったことがありませんでした。だけど今回はぜひ見てみたいと思って入りました。横綱大鵬関にまつわるいろんな写真だとかいろんなものを置かれていたんですけれども、ビデオも流してくださいまして、それを見ててつくづく思ったんですね。その相撲プリというか相撲の取り口にしても、そしてその立ち振る舞いにしてもですね、とても綺麗なお相撲さんだったなということなんです。私が16歳か17歳の頃にですね、銀座に行ったんですけども、そこの JAL の営業所にですね、このその当時はまだ横綱ではなかったような気がしますけれども、人気絶頂の大鵬関が来られてですね、うわなんと大きくて綺麗なお相撲さんなんだろうと思った思い出があります。こちらは屈斜路湖のそばにあるアイヌ民族資料館というところです。ここにも入ってみました。今までこれについては知らなかったんですけども、江戸時代の方で松浦武四郎という方が表したこの北海道の地図があるんですね。それ本当に細かくこう書き入れてあって、アイヌの人から聞き取った地名とかですね、川とか山とかそんなことを全部書き入れてあります。そして、この地図が、割とというか正確なこの格好をしてますね。それにもびっくりいたしました。この方は、蝦夷地に6回来たと言います。そして、事細かに、日記もつけておられるんですよね。この資料館で働いて、おられた女性の方のですね、先祖のお名前もこの方の日記にあるんだそうです。そんなことを伺いました。阿寒湖を通って御根湯という湖に行こうとしてるんですけれども、滝見台というところがあって、そこあたりも本当は紅葉が綺麗なんだそうですけども、ちょっと時期が早すぎました。まだ紅葉している木はほんの少ししかありません。これが七色に色を変えるというんですね。その神秘の湖と呼ばれる御根湯という湖です。ここもちょっと紅葉には早すぎたようなんですけれども、静かな湖面が広がっていました。ちょっとこのところ化石づいててですね、ナウマンゾウの次はアショロというところで、アショロアというこの化石が出たんだそうですね。これがなかなか珍しい化石なんだそうですけれども、その博物館、化石博物館というところに行って、この化石を見てきました。